よーい、ドン！攻撃開始、突撃せよ。皆さん、はい、この台は常連さんに譲ってもらった台なんですけども、3以上が出てます。レムとラムの背景が出てるんで、まあ、3以上は間違いないと。ほんで、モード B の有力感継続もしてるんで、D ループね、それでどっちも突破してて、今4発系中4回突破してると。まあ多分おそらく4なんですけども、とりあえず分回していきたいと思います。こんな早く解除するとも思ってませんでした。体操の入りも悪いし、まあ、カードもあんま良くないし、これは有力感は継続するんで、この後どこに飛ぶかがまあ重要になってきます。まあ、これ勝ち負け、まあね、有力感飛ぶ先も勝った後にどこに飛ぶか、負けた後にどこに飛ぶかっていうのは結構ね大きくて、ここ勝たないと話になりません。よし、なんでお前ら力を込めて、お前精神込めていけよ。黄色かよ。撃破率アップチャレンジ。レムもお手伝いします。おっと4なのか6なのか。この台は久しぶりに見たな。80%スタートよ。90いってくれ。90。最低か。スバル君を丸ごと信じていますから。いや、これ一戦目負けあるんだよな、マジで頼むぞ。もう腹でオーケー、これは突破ですね。おお引き戻しループですね。まあ、これできれやと思うんですよ。だいたいね、外した場合って次 BT 行ったりするんですけども、まあ、引き戻しがループするってことは、まあ、次もねできれな可能性が高い。本当にできれなのか 80% 裏で 80% なのかは分かりませんけども、まあ、今回は勝てると思います。一体撃破もあるんで、まあ、それでは行きましょう。武器を持て。いける。攻略戦突入。花でいいよ。花で弱 AT でもいいから飛んでこい。なんてでかこっからなんだよ。さっきはよくも 87% やってくれたな、クジラさんたちは。今回は 52% でお前らを仕留めに行くからな。よきに計らえ。わあ、終わったわ。まあ、これダメだ。いやいや、騙されるな。まだ安心できない。
次に討伐隊選ばれたら終わりや。討伐隊はやめろ。うわぁ、諦めるのは似合わねえ。激励の力を見せてくれ。高設定ならばできるげん40が降ってくる。おねだりアタック40見たいんじゃ。せいぜい頑張るかしら。いやまだわからん。あるわ。あるわ。ある。勝った勝った勝った。ほらもらったマジ。初めてだ。最後にパネルアイテム、ないんだ。まあ有力感継続したからいいとしよう。ゲット。さあ引き戻しループですね。まあここ終わっても有力感は継続すると思うんで、まあここ突破して多分次も突破すると思います。はい、多分これもできるだと思いますね。いやマジでマジで、みんな本当にできるかとか思ってる人もおると思うんですけども、これは間違いなくできるですね。もううん、もう怖くない怖くない怖くない。顔を上げろ。武器を持て。そんなもう怖くないんで。苦しい。そんな怖くないんで僕。発芸攻略戦突入。教授来い教授。でかさ怖いでか。もう全然怖くない全然怖くないですけども、うっしゃだけはやめてくれ。よきに計らえ。お前最近出過ぎだろマジ。レムに命を預けてください。もう怖くないで、うん、怖くないで。ハムいけ。ハムハム。うるしゅ、嘘だろ。ハムレム。嘘だろ。こっちにゲット。しない。また後でね。まあ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 、ゲーム数的にもまあ引き戻し以内はもうほぼ確なんであれなんすけど。
いや怖え。どうせ次も負けるんか。うわ怖え。マジかよ。さてとやってくれましたね、スバル君。はい、ユニック感がね、残り390ゲームぐらいしかないんですけども、まあ、モード B が選ばれることが分かりましたね。まあ、てっきり引き戻しは確定かと思ってましたけど、まあ、そうじゃないみたいですね。いやー、いいこと知りました。はい、でアイコンは黄色一つ、これ多分負けますね。うん、引き戻しじゃない限り、うわこれ多分 4なんで負けますね。まあ、4か6は確定してるんですけどね。さあ行きましょう、スバル。いくぞー。 80% じゃねえのかよ。 80% 来いよ。あー、大抵保証かよ。スバル君を丸ごと信じていますから。まあ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 、そんなは関係ねえって。マジで高設定なら突破できる。でもあのこのユーリッカーの最初負けてるのが気になるんやけどな。まあいけるっしょ。いける、いける。俺は信じてる、お前を頼むよ。守りたいその笑顔。頼む。なんてデカさはやめろ。なんてデカさ来た時点でもう負け確と思っていいわ。なんてデカさだ。大丈夫です。おー、ついています。さっきと同じ展開やな。まあこれは突破します。
スバルくん、おい、中途半端なところで当たれないよ。このまま AT 行ってアイコン3つでさ、強 AT ぶち込んでくれればよかったものの、まあこれはちょっと微妙な展開ですね。まあ視聴者さん的には、視聴者的にはめっちゃ面白いじゃないですか。勝つか負けるか、こいつがどんだけ増えるか増えないか、ギリギリの戦いだなマジで。投資は8000円だったな確か。よっしゃ行くぞ行くぞ、少なくとも75は欲しい。75はくれ、80発スタートも見えてるから75はくれ。撃破率アップじゃね。でもお手伝いします。エマはスバル君を丸ごと信じていますから。いやー、まあ行った方かな、まあ、もっと行ってほしかったけど、まあしょうがねえ。単純計算で 35% か、いける。お前、今度こそ頼むぞ。畑攻略戦、突入。バシッと来い、バシッと。なんてデカさは来んなよ、絶対来んな。レム言葉来い。オッケー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 。いや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 、これ大丈夫だろ。話にならんて、話にならんて、やめろってマジ、やめろやめろ。マジ許さねえかんな。おい、俺の1時間返してくれよ。俺の1時間返せよ。助かりました。でもこれね、緑来るときって大体負けるんすよね。さっきも見た通り緑は大体負けるんすけど、まあ、ここ有利区間継続するんで、まあ、そこで弱 AT 引っ張ってきて、なんとかプラス、まあ、700枚ぐらいにしないと今日は終始マイナスになるんで、まあ、ここを突破しないといけない。最低条件、最低条件だ、最低条件、最低条件だこれは。やっぱ高設定だね、うん、基本 60% とか多分そういうのが選ばれてんだろうね。エマはスバル君を丸ごと信じていますから。いや怖えんだよ、頼むよ。畑攻略戦、突入。なんてデカさだ。さっきのがドラハウマだからよ。緑出るわ、これ多分緑来るわ、俺そんな気がする。緑、ほらほら、ほらでも大人になってくれますか。いやちょっと待て、いや大丈夫は。あるわ。あ、これ当たり当たり当たり、多分何もないやつやろ。ほら汗かいたマジ、焦った。
諦めるのは妙ね。焦ったぜ。もう多分勝てるだろう。これ多分できるだろう。もうメダル入れて。せいぜい頑張るかしら。やべ。これが消滅の。いや、ふざけんなよマジで。弱 AD だったらまくれるぞ。逆に弱 AD だったら有力感継続でまくれるぞ。よし、ショートまで見ててくださいね。弱 AD じゃねえな。多分自力っぽいぞ。自力かな本当に。弱い。弱ではねえな。これ多分揃うわ。おおお、これ多分30乗るよ。出たい。マネルショートなんて30ですね。追加で30かな。追加で30っぽい。ああ30、まあ50乗るかもしれん。どっちにする？どっちにする？チャンス？どっちにする？発展するわ。あー30だね。やったわね、ルム。やったよ、お姉ちゃん。でもこういうのがマジ助かる。出玉伸ばすには本当に AT の引きがめっちゃ重要だからな、この台。次回ゼロから激アリズないもんな。